はい、どうもこみです。さて本日はこちらつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。お盆休みも終わりましたね。皆さんどう過ごしでしたでしょうか。なかなか遠出はしにくかったかなというふうに思うんですけども、家の中とか、まあ、近場とかでですね、リフレッシュできてたなというふうに思いますが、本日はですね、CWL というですね、世界、クラスの大会の、ミックスの、ね、大会があるんですけども、その中から、動画をお届けしたいというふうに思っています。これフランスのクランさんですね、残念ながらね、87ということで、星3取れずだったんですけども、めっちゃ惜しいんですね、こう、98とか、もう99とか、もうこういう、本当にもう、なんていうのかな、もう、ビビタルさ、本当に微妙なところだったんですけどね、まあ、悔しいですね。まあ、自分もなかなか動画を撮らさせてもらいながら、その一緒に対戦もこうチャットとかで盛り上がれたらいいんですけど、なかなかそれができなくてですね、気持ちの共有をしたいんだけどもできないのはもどかしさもあるんですけど、まあ、ただね、やっぱり一戦一戦こういうの落とすと僕もやっぱ悔しいですよね。はい、まあ、本日もですね、その中ででも、光ったアタックを見ていきたいというふうに思います。で、今、タウンホール12、13ってですね、結構陸環境まだまだ強いんですね。タウンホール14が圧倒的ドラゴン環境と今言われているので、つい、その、クラクラの攻め全体がこう、空に引っ張られがちになってる感じがするんですけども、実は12、13って、全然陸使えます。で、なんなら陸の方が、強いケースも多々あるというか、結構強いですね。で、今日見てほしいのはこれなんですよ。何せこれ、グランドウォーデンのオデヒーからのヘッカスパビスの中華式系ですね。で、これね、何がいいかっていうと、こういう透析機とかインフェルノ、これをレイジを使ったグランドウォーデンヒーラーでぶち寄っていくんですね。これがね、すんごい破壊力です。ちょっと見てほしいんですが、通常ね、透析機とか、インフェルノって、守備の要なんで、そう簡単にやられないようなところにあるわけですよ。これだってもう食い火がね、壁の外から届くような場所にはないじゃないですか。中に入れば、クロスボウの陸が撃ってきますよとか、こういうね、罠がふんだんに仕掛けられていて、そう簡単に透析機はおらせませんよっていう配置なはずなんですけども、このグランドウォーデンの射程ですよね。この射程。この長さっていうのが、実はすごい、ヒーラーをつけた時に、効力を発揮して、相手の射程に入らずに、こう、グランドウォーデンが殴れちゃうので、低火力の状態で延々と攻撃し続けることができるんですね。でこんな風に、火力が上がるところは、レイジを一発使うことによって、透析機を折り、クロスボウを折り、さらに、このマルチインフェも折っていっちゃうんですね。これだけのアドバンテージが取れるっていうのは実はえげつないことで、あ、クロスバー残るのかな、ここまで折らなかったかもしれない。折らないかな、はい、折らないですね。で、まあ、ただ、透析とですよ、マルチインフェルノをグランドウォーデンに、レイジ使っただけで折っていっちゃうっていう、しかも、まあ、時間的に言っても、まあ、約1分弱ですよね。これから全開にかかる時間が、このグランドウォーデンのオデヒーっていうんですけども、使ってから約1分20秒ぐらいで全開に持ってきちゃってるんで、すごいスピード感もあるっていうところからすると、今みたいに宝石やインフェルノをこうね、折れてしまう、グランドウォーデンのオデヒーで折れてしまうような村を見つけることができるかどうかっていうのは、今タウンホール12、13で陸攻めを、特にまあこのペッカスパビ付けの攻めをする上ではすごく重要なポイントなのかなと思います。やっぱね、この中華式めっちゃ強いですよね。まあ、純粋な中華式って、ウィヒーから突撃艦イエティ撃ってっていうパターンで入ってくるんですけども、こういうグランドウォーデンのオデヒーから入るパターンっていうのが、実は事故めっちゃ少ないんですね。オデヒーって早々、大きく狙いをずれるようなところっていうのは、まあ、起こりにくいんですね。クイヒーに比べると起こりにくいので、それでしっかりと安定的に削りたい施設を削りたいところまで削って、そこからペッカスパビズを展開していくっていうパターンですね。この圧倒的なスパビズとペッカーの残り具合、なんならグランドウォーデン、アーチャークイーン、ロイヤルチャンピオン全部残しみたいな感じになってるので、これですよね。どこをやっぱりこれで削れるかっていうのを見極めることがすごく大事で、今回であれば見るべきポイントはまず透析機ですね。比較的壁の1層目にあるので、これは狙えるかな。
って思いますよね。でその時にクロス2機からダメージ受けちゃうと結構きついんですけども、これクロス1機この距離だったら全然グランドウォーデン範囲に入らずに外からこう投石殴れちゃうんですけど、当然このクロスは効いてきますよね。こいつの射程は結構やっぱり手前側にこう寄ってるのでグランドウォーデンに当たってくる。でさらに投石が、ダメージ当然与えてくるので、グランドウォーデンにヒーラーだけでは耐えきれないから、じゃあそこにレイジをかけましょうってやった時に、近くになんかインフェルノもあるぞみたいな感じでそこも潰していくっていうところですね。グランドウォーデンに、ヒーラーつけてこうおでひやるときに注意したいのは、コスト20枠以上かな、タンホール13で言うと20枠を未満のユニットで削りを入れていくようにしないと、グランドウォーデンそっちに引っ張られちゃうんですね。引っ張られちゃって狙ったところからずれていっちゃうんで、ふんだんにウィザードとかね、ベビドとかペッカとかをバン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 使ってグランドウォーデンをサポートしていくっていうのはちょっとあんまり、やらない方がいいですね。事故につながっちゃうんで。なんですけども、今の、おばちゃんさんみたいにウィザードとかバルーンとか、あとはまあちっちゃいアーチャーとか、そういう小粒ユニットをちょっとずつこうサポートで使いながら、グランドウォーデンがしっかり狙ったところに突っ込んでいくようにこう周りを削ってあげて、ね、かつまあ時短もすると。最後レイジを一発使っても十分お釣り来るんですね、このアドバンテージからすると。投石機1本をレイジグランドウォーデンで折れるんだったら、これでっかいアドバンテージになるので、それができるかどうかっていうところをよく見極めるのがポイントになるのかなというふうに思います。で、これですね、次アリエルさんのアタック見てほしいんですけども、これもね、投石機を狙っていきます。これですね。でこの1本を折るたびにレイジを一発使うんですけども、全然そのレイジは使ってもいいレイジです。これをやっぱり折れることによって何がいいかというと、2つメリットがあって、1つは、この投石機っていうタウンホール13における最重要、まあ、2番目かな、タウンホールが1番だけども、まあ、その次にね重要な、防衛の施設を1個削ることができる、プラスここまで削ることができるので、こういう風に高くねカットができるわけですよ。そうすると次に出てくるペッカたちが、こっちにこう反れないですよね。反れずにまっすぐ狙った方向に行ってくれるっていうこと、このやっぱりサイドカット効果っていうのが結構バカになんなくて、ここをカットできるってすごくでかいんですね。そういう主要な防衛を潰すプラスサイドカットっていう、もうダブルの効果があるので、これをねレイジ1個でもほぼノーリスクでできちゃうっていう、まあ、そこに関しては美味しいと言わざるを得ないので、まあ、どこかしこでもそれができるってわけでもないんですね。当然こうテスラが今これ入ってきましたけども、これ多分イーグル砲をね今グランドウォーデンのおでひで狙おうとした場合にテスラがババッと入ってきてグランドウォーデン潰してやろうってことですね。トーム使わされちゃったらこれ大ディスアドバンテージになっちゃうんで、トームは使いたくないわけですよねっていうところ、まあ、こういうようなグランドウォーデン対策をやっぱり相手もしてくるぐらい、このおでひっていうのはタウンホール13において警戒されてる、すごく汎用性が高くて強い戦術になりますので、ぜひねこのパターンっていうのをいろんな場面で使っていただけると、そこからのペッカスパビがものすごく伸びやすくなるので、もう表層をね軽くグランドウォーデンに削るっていうのもまあないことはないんですが、それをするよりは奥までこうぐさっと削っていく。で、今回はジャンプ2枚を使って奥に入っていきますね、こういう風に。なんだけども、ここから間違えた、ウッドランチャーを入れていくっていう手もありますね。今回おそらくこのジャンプ2枚使ったのはこっち側、この外周側のこの部分ですね、この部分っていうのをしっかりと削りたかったってことなんですね。だからバルキリーが出てきていますけども、こういう壁の隙間がこうあるじゃないですか。こういう、隙間のある配置に対しては豪華兵舎外側に置いて、ここからバルキリーを出していくっていうパターンですね、が結構使えます。そうするとバルキリーのスピードがなかなかこうね速いので、中心部にいるペッカソバビスに外周のバルキリーが追いついていい感じでこう面で押し上げててくれるんですね、っていうようなパターンを作っていくっていうのも一つあるし、さっきの1本目のおばちゃんさんみたいに、ウッドランチャーでゴリゴリをしていくっていうパターンもありますね。まあ、ウッドランチャーゴリゴリをしていく場合は、今回のこの相手の配置みたいに、この外周部分がね、こう、あんまり美味しくない、美味しくない、壁の中側までこう入っていくような、仕事をね、こうね、するような、外周部ではなくて、本当にもう表層だけを、さらっとこう、この部分ね、この部分だけをさらっと、
を削りたいんであれば、これはもうキングを使う方がむしろコスパがいいですね。ここに、東海社なんか使うと外周がオーバーキルになっててもったいないんで、だったら中心部分にドーンとウッドランチャーを、突入させていこうっていうパターンで考えていく。外周部に出すユニットがどれだけ仕事ができる配置になってるかっていうところで使い分けるのがいいのかなというふうに思います。ではね、もう一本行ってみましょう。次これですね。これもアリエルさんのアタックになるんですけども、今度もウッドランチャー系ですね。投下弊社系ですね、ごめんなさい。で、狙っていくべきところはこの投石機。このね、遠くからでもいけるんですね。いけるポイントは、これ実はクロスボウがね、あんま効いてないんですよ。ここに効いてないから、投石機が狙える。プラスこの外周部にもしっかりこうね、スニゴブなんかを当てていくことによって、こういうところですね、サイドカットをしてるんですね。これサイドカットをこういうとこしていきながら、グランドボディのターゲットをこう奥へ奥へとこうまっすぐ、反らさずに向けるっていう感じですね。かつこれをカットしておくことによって当然時短になるので、おで引いてゆっくりゆっくり進むから、時短しないとやっぱ最後時間切れが怖いですね。なので、そういう時間切れかつサイドカットの役目を兼ねて、こう外し、グランドボーデンが、進まないでいい方向、それがいそうな方向を削っていく。で、もう一個は、これね、グランドボーデンのおでひやりながら、ぼーっとこれ見ちゃう方もいると思うんですよ。グランドボーデンやられたらやべえなと思って。だけど、ここにゆっくりゆっくり進むので、よっぽどテスラとかがバンバン生えてこない限りは、こういうカットですね、こういうところ。ベビドラでこれやってましたけども、リエルさん。こんな感じで、グランドボーデンのおでひえしながら、次、主力のペッカとスパビズをこんな風に入れていくための、サイドカットっていうのも始めておくっていう感じですね。で、目標の投石を壊したらすぐにペッカを出す。今回はここが残ってたんで、ペッカをこっちから当てるのとこっちから当てる方をして、合流させながら中へ入れていくっていうパターンにしていきましたね。これうまいですね。こっち側カットされているので、もう反れる心配ないから、こっちから出せばこういくし、こっちから出してもこういくというね、感じです。で、さっきみたいに外周部なんですけども、こういうところ、壁の中で入っていけますよね。で、相手のロイちゃんとかも倒せるので、これをやるために、中からバルキリーを出してきて、外周部分のカットを早めていきますね。で、それにこうするかのように、中心部分のユニットたちも前進を進めていくという格好で、やっぱりこうなっていくともう止めようがないですよね。相手のロイちゃんはロイちゃん対ロイちゃん、これで潰していく。中心部分に入ったスパビズはこれね、この時間帯まで生きているっていうのが実は結構すごいんですね。スパビズって中盤ぐらいで仮にやられちゃっても、この戦術の場合刺して問題になるケースっていうのは、問題になることはあるかな。致命傷ではないっていう言い方が正しいかもしれない。最後はこのペッカに今これヒーラーついてるじゃないですか。このペカヒーで押してっちゃうんですね。ペカヒーで押していきながら、後ろから来るこのアーチャークイーンがペッカに守られてどんどん進んでいくっていうパターンで最後全開まで伸びるんですけど、今回みたいにスパビズが残っていればね、なおいいんですが、残んなくても今言ったペッカとヒーラーとアーチャークイーンが残っているとそのまま押し切れちゃうので、自分でやってみてうまくいかないなと思った場合に、ペッカと、ヒーラーとアーチャークイーンか。これがやられちゃってるようだと、どこかしらでそのレイジヒーラーが機能しないとか、シングルインフェに焼かれちゃっていてペッカがやられちゃうとか、そういうね、ペッカがやられちゃう的な要素っていうのが、失敗の原因になることが多いんですね。なんでそこをよくケアしながら使っていくといいかなというふうに思います。後ろから出すスパビズは、序盤から中盤ですね。終盤の入りかけぐらいまで仕事をしてくれれば、あとは、ペッカ、ヒーラー、アーチャークイーン、これで押し切ると。いう感じですね。いやー、すげー綺麗に入っていきましたね。もう一回これプラン見ていきましょうか。こんな感じで、ですね、今回の、ターゲット、投石機ですね。こっち側をやっぱ狙っていくっていう、その理由は、こっち側狙っていっちゃうと、こっから先のね、プランが描きにくいんですよね。ここをこう壊したときに、多分ね、これもね、壊せるんですよ、やろうと思えば。この辺に全部、ニゴブとかこう当てていきながら、ガーッとね、投石まで持っていけると思うんですね。これも、対空なんで大丈夫なんですけど、これやっちゃうと、そこまでこう削った後のプランニングがやりにくくって、こう入っていっても、なかなか入りにくいんですね、ここね。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプみたいな感じになっちゃう。これダメですよね。で、ここがこう入っていって、
こっちから行こうと思っても壁ここ、隙間から入れるのすごくまず難しいし、ジャンプ、まあ、ジャンプで、さらにここにもう一個ジャンプって感じになっちゃうかな。まあ、あまりだからその、ジャンプ3枚くらい使わなきゃいけないから美味しくないんですよね。でそれに対してこっち側を削ることによって何ができるかというと、ここを削って中央からこう入っていくことができれば、ここはまあスムーズに入るじゃないですか。ここはね、ごめん、こうかな、こうこう入っていきますね。でここにジャンプジャンプみたいなことをすると、全部この辺、一網打尽にできる感じにつながるんですよね。タウンホールを壊した後っていうのはもう火力がそんなないので、壁はもう最後でこういうとこねこじ開けてくれよって、ここまで到達できれば十分だよっていうね。ジャンプの呪文がやっぱ3枚必要になってきてるようなルートっていうのは、まあ、仮にアドバンテージがあったとしても、そこを削った後が辛くなっちゃうので、まあ、であれば、なるべく壁を乗り越える、必要の少ないルートっていうのを考えていったときに、今回ですね、アリエルさんが、ね、狙ったポイント、少し手前側になおかつあるんで、まあ、これも狙いやすいし、このコースから入っていって、1枚、2枚のジャンプですね。っていう感じで、スムーズに最終の目的地までの部分ですね、到着できるような、ルートが作れる投石機を狙っていく。これがやっぱ重要ですね。なのでまあ、投石機を狙うんですけども、狙えるから狙えばいいっていうんじゃなくて、狙った後、どれだけ少ない呪文だったり、スーパーウォールブレーカー、まあ、ウォールブレーカーもあるかな、等々で、壁の処理、壁を乗り越えていく手間がどれだけ少ないかっていうところを見越す。で、まあ、もう一個は壁を乗り越えるには、これウッドランチャーでゴーンっていう風にいっちゃう手もあるんですけど、まあ、そうすると外周部ですね、この辺がやっぱり、万が一アチャクイがこう出てきたりとか、ロイちゃんもいるし、これキングだけじゃやっぱきついよなっていう風になった場合には、豪華弊社が使いたいということになってくるので、これ仮にウッドランチャーでいっちゃうと多分ですね、この辺がみんな残っちゃうんですね。ゴリッと残っちゃうので、キングが途中でやられちゃって。そうならないように、しっかりと、火力を見極めながら、ウッドを使うのか、投下弊社を使うのか、そこら辺のですね、選択っていうのをしていく。まあ、この辺が、このペッカスパビズのオデヒーから、やる上での、まあ、プランニングのポイントになってくるのかなという感じですね。今回の皆さんのアタックを見ている限りは。いやでもうまいですよね。こう模範解答があるから今みたいなことが言えるんですけど、まあ、今回のアリエルさんみたいにこうね綺麗に取ってくる、実はペッカスパビズってそんなに多くなくって、ユニット残りすぎなんですねこれ。ペッカとスパビズほぼほぼやられてないじゃないですか。こんなのね、相当目にかかれない、相当上手な何て言うかな、攻めになっているので、もう本当にこの配置されてる模範解答ですよね。それがどういう考え方でできてるのかっていうところ、まあ、本人に聞いてないので、まあ、僕の推測も結構含まれるんですけども、参考になればなというところでですね、まあ、こんな風な考え方じゃないかなという意味で話をさせてもらってます。ラスト、りょうさんいきましょう。これですね、ダンホール12のペッカスパリスですね。でこれもこれも純正な中華式ってやつですね。どうやるかっていうと、これ突撃艦をね使わないんで、まあ、中華式とは呼べないかもしれない、もしかすると違うよっていう話になるかもしれないですけども、ライトニングを使うんですね。ライトニングを使ってここ、シングルマルチインフェルノを削っていきます。で、クイヒさらにグランドオーデンをつける理由は、これ完全もう時短ですね。グランドオーデンをつけてアーチャークイーンの時短をしながらライトニングを使ってここ、はい、折っていきます。でそうすることによって深々とこうカットを入れる形にするわけですね。こういう風にで、ペッカスパビズをこっち方面からガツンとこう流し込んでいくっていうね。まあ、さっきのグランドオーデンでやると、いやおうがなしにこう奥深くまでカットが入っちゃうっていうね、格好になるわけなんですけども、今みたいな形でライトニングを使ってアーチャークイーンで、ね、手前側を削る、奥側はライトニングっていうことをすると、まあ、さっき言ったペッカスパビズ、あとグランドオーデンのオデヒでやったカットみたいな感じになってくるってことですね。まあ、いずれにせよやっぱりペッカだったりスパビズがあらぬ方向に逸れちゃうと、この戦術当然ながらアウチなので、まあ、そうなってほしくないので、しっかりですね、カットすべきところはするというところですね。で、これね、僕びっくりしたのは、あ、マジか、レイジーとジャンプここに使っちゃうんだっていうことですね。これはね、正直ビビりました。こっちのさ、イーグル砲とかクロスボウ区画のケアどうすんだろうなと思ってこれ見てたんだけど、意外とね、やっぱりペッカの壁開け性能がすんげー高いんですよね。で、豆腐みたいにね、この壁をね、バンバン殴り開けるわけですよ。
見ててもらいたいんですけど、まあこれね、今回は、壁の外側はあんまり美味しくないんで、壁の中側にね、施設があるから、東海弊社から出てきたのは、ね、ホグライダーですね。バルキリーにしちゃうと壁の外ばっか回っちゃって中側が潰せないんで、でこんな感じで、ペッカたちがまず壁を殴り開けていくんですけども、あ、これホグライダーも結構いい仕事してんな、すんごあのこんな感じでね、壁をゴン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 殴り上げてくれるんですね、ガツンって。でそれでもう進んでいきます。はい、マーチャークイーン途中で怒っちゃっていますけども、まあ、最終的にペッカが残っているっていうのがまず大きいですね。ペッカ3体プラスヒーラーがこんだけ残っているともう時間切れ以外は怖くない。で外周に関してはもうそのウィザードたちが大量にいるので、ペッカを盾にしながらウィザードっていう感じの役割分担が成り立っていますよね。これ強えな、相当強い。なんかもうウィザードの大群やばいっすね、これもうわっさーみたいな感じで爽快なぐらいにね、こう、魔法攻撃をしっかりといってくれるんですけども、こんな感じですね。ペッカがやっぱりヒーラーがついてる状態で生き残ると相当あのダメージを食らってもやられないいい感じの盾になってくれるんで、あとはそれを盾にしながらウィザードが攻めていくという感じですね。ラチャクイやられちゃったの結構痛かったですけども、その分しっかりペッカヒーラーが残ってくれて、ラチャクイがやるべき仕事っていうのをウィザードがやってくれましたね。まあそれができたのは、まあ今回、外周部分から走ってきたホグライダーがね、こう、東海弊社から出てきてギューンってこう来たんですけども、まあこいつらが壁の中を処理してくれることによって、外周を歩いているウィザードが守られたっていうのもあります。その辺の今の、ウィザードを守るっていう意味で多分ホグライダーを出したのではないと思うんですよ。この辺多分殴り開けるつもりで考えてたと思うんですね。この辺でペッカと、どうなんだ、ホグが合流するような感じを描いていて、最終区画まではもう勢いっていうところだと思うんですけども、まあ、ちょっとねペッカの進行が若干遅れたんでホグライダーが、まあ、最後まで生き残らずにやられましたが、まあ、とはいえパターンとしてはすごく綺麗ですよね。最後のこの壁の処理なんかはちょっとね、僕は、あ、なるほど、こんな勢いが、あるんだなっていうんで、ちょっと勉強になりましたね。はい。というところでですね、本日はタウンホール12と13におけるペッカスパビズですね。こいつを見ていきました。で、タウンホール13の方が特に今日話したかった内容なので、少し厚めに、しましたけども、投石機、やっぱりこれをですね、グランドオーデンのお出火で狙えるかどうかっていうところ、これがまず最重要。で、狙えた場合には、当然これ0時使ってもいいんで、0時使っても狙えるかどうか。で、狙った後にどれだけ、低コストで主力のペッカとスパビズを狙っているその最終到達点まで、進めていけるかどうか、まあ、これは壁の処理ですね。ジャンプを使う、スーパーウォールブレーカーを使う、さらにはウッドランチャーを使う。で、この辺なんですけども、ジャンプの呪文2枚ぐらいを使って、で、外周投下飛車っていうパターンが結構、紬組さん見てると多いかなっていう気がしますし、まあ、それができるんであれば、おそらくそれが一番強いですね。中心部分はペッカーにヒーラーがついてアチャクイがいれば、まあ、スパビズもいるし、別にウッドランチャーのダメージってそんなに期待しなくても突破できちゃうので、むしろ外周部分からの押し上げをできるように、投下弊社がどれだけ使えるかですね。なので、投下弊社を使うってことは壁の処理をジャンプとかスーパーボールブレーカーでやるので、その数をどれだけ減らせるルートが作れるか。このルート作りプラス投下弊社を壊せるかどうかっていうところの2つを見極めながら、この攻め方を使ってみてもらうと結構、前回のルートっていうかな、が見えてくるんじゃないのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日はね、タウンホール13、あとちょっと12ですね、のペッカスパビズですね、これを見てまいりました。今、タウンホール12、13、陸環境まだまだ続いてますので、ドラゴンとかね、空も非常に強いんですけども、まあ、そっちばかりではなくて陸の方も、ぜひ楽しんでいってもらえたらなというふうに思います。というところでですね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、このチャンネル、タウンホール12から14までの、クラン体制の解説系の動画中心にやっております。まあ、こんな形でですね、対戦で全開取るためのヒントみたいなところをお話ししていくチャンネルになっておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。